はい、どうもこちらです。今回はね、ルンバ海賊団、新イベントの方のね、歓喜ということでエキスパートを、こちらのパーティーでやっていきたいと思います。で、イベントの、イベントのクエストなんで、無課金でクリアするっていうよりはやっぱり早くクリアできるようなパーティーということで、いろいろ考えたんですけど、まだね、初見です。一回もやってないんですけど、何が早いかって考えたんですけど、ちょっとよくわかんないんで、適当にステータスがアップするようなキャラ持ってきました。あと地属性って感じでやっていきます。踊れるキャラ、楽器を弾けるキャラ、歌うキャラなどは本気を受けて強くなるぞということで、なんかステータスが 1.5 倍になるらしいんですよね。ただ例えばフェスゲンミホークとかってステータス 1.5 倍むしろ3分の2にすれば逆数になるから、3分の2倍したところでさ、攻撃力が1000超えるんだよ。だからあんまりそのステータス 1.5 倍にとらわれなくてもいいんじゃないかなって思って、キャラ編成選んでます。そんなに変わんないと思うんだよね。言うほどなかなか 1.5 倍だからっていうよりも、必殺ターンが7短縮っていうところがでかい気がする。どっちかっていうとね、そっちの方がでかいんじゃないかなって思います。全部一旦突破できればもうそれで完成するんだよ。正直輝いた。ここも大丈夫だね。あ、やべ、これやばいか。あ、でも揃ってる、よかった。よし、今のところ一旦突破ですね。なんとか。さあ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 、あー、スロットが悪いなー。いけるかな。いけるか、頼む、いけ。よし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 、一応一旦突破できそうだね。この感じ見ると火力足んねえかなとか思ったんだけど、意外といけそうかな。ちょっとね、フェスゲミホークのところがやっぱりね、ちょっと失敗。あとミホー、クロコダイルか、ミホークとクロコダイルが倍率がね上がってないんで。あー、ここ無理か。ここいっぱいいるな。ここいっぱいいるね。ここいっぱいいるね。あー、なるほどね。ここ無理だね、多分。そっかそっか、これ使っても無理だもん多分。なるほどね、ここきついね。まあ、いや、行きます。ここだけ2ターン突破って感じになっちゃうかな。ここも1ターン突破できればいいんだけど、インディゴがいればここ飛ばせるらしいんだけど、インディゴ入れるとどうなんだろうっていうところで、斬撃じゃないからね。そこなんだよ。Tボーンとかで飛ばす？ Tボーンありかな。斬撃だしね。馬率は上がんないけど、クロコダイルのところをTボーンにして、飛ばすっていうのはなんとかいけるかな。どうだろう。あ、てかここもいけなくない？もしかしたら。もしかしたらってか、いけないよね。スロットによっちゃうよな、ここ。あー、無理だね、これ。野心、こいつしかない。無理だね、ここ。うわー、マジか。順番全然違う。順番全然違う。2ターンか。2ターンかけて突破になるけど。あ、なに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 、これ。これ何？あー、半減。半減、これ。軽減か。いやー、これ無理か、一旦は。ここで一旦は無理か。あー3ターンになっちゃうね、ここ。そうすると半分切らなきゃいいのかな。半分切らなかったらここ2ターンかな。どうだろう、半分切らなかったらいけるのであれば。そうするとここ2ターンで、さっきのとこ2ターンでって考えると 7ターンあるんで11ターン攻略になっちゃうか。
T ボーンがいれば道中一旦攻略できれば、ブルックのところは一旦突破になるから、でここ半分切らなくて、半分切らなければダメージ軽減がないで仮定するとここも2ターン突破できるから10ターン攻略になる。 T ボーン入れてなんとかなれば。でカリーナも実際1回も使ってないからね、ちょっといろいろ改善する方法ありそうだねこれは。うん、まあ、T ボーン入れるのは俺はありだと思うけど、あとブルックもなんかあればいいんだけど、このブルックもちょっと、うん、ということで、まあ改善するところあると思うんですけど、まあミホーク斬撃パワーは多分10ターンぐらいでいけると思うのでね、結構早いんじゃないかなと思います。一応ジンベーパー、フェスゲンジンベーパーとかいろいろ、まあ一応ねフェスゲンジンベーパーとかいろいろ考えたんですけど、まあ俺はこれで回ろうかなって個人的には思ってるのでね、まあ俺を参考にした人はぜひぜひねこのパーティーで回ってみてください。もっとねいいパーティー多分あると思うんで、皆さんも、探してみてください。そしていいのあったら教えてくださいそしてあとねもう一つ、ごめん言うの忘れた。昨日ねツイキャスやったんですけど、ツイキャス来てくれた人本当にありがとうございます。やっぱね皆さんと交流できる場っていうのはツイキャスがやっぱ一番いいと思うので、うん、チャット形式っていうかやっぱ、うん、すぐコメントもらってすぐ読んだりできるんでね、まあ、その辺いいと思うんでね、ぜひぜひ次ね来れる方ぜひぜひ来てください。今のうちにねツイッターフォローしていただいて、でツイキャス の, サポーターになっていただくとね通知来るので、ぜひぜひ。ということで終わります。じゃあね。